で人生 賭けに、うん、ほぼ負ける賭けじゃないですか、ね、小説家になりたいなんて。作家でもなってない無名の人の小説は、うん、ほぼ 100% 売れないんですよ。タレントさんとかそういう人が書くとかじゃない限り、た人生を憂いてる人の方がもの考えてるから、うん、君絶対将来、うん、君の方が絶対いいんだ、うん、君はそれ正解って言われて、うんうん、どっちかちょっとけなされて育った方だから、うん、あ、そうなんだね。泣きそうになっちゃったの、うん、小説家はね、本当にいいのは生きてるネタが全部ネタなんですよ、うん、その辺の人にその話を聞けば短編の一本は絶対できちゃう、うん、そういう対談とか取材とか行った時に山ほど面白い話聞くじゃないですか、はい、そのうち出せるものって結局どんぐらいなんですか。僕は初めて編集者になった時の編集長に言われたのが、100取材して1かけって言われたんですよ。森沢明先生ですね、はいはい、数々の名作を虹の岬の喫茶店とか、うんうんうん、あなたへ、吉永小百合さん、高倉健さん、もうすごいよ。もう先生の小説を読んでこれも絶対映画化したいっていうことで映画化を、うん、吉永さんも読んで私が映画にしたいって言い出して、はい、昭和芸能士がそうですクイーンがびっくりしました。手紙来たんですよ、だって吉永さんから。え、自筆ですか。もちろんすごい綺麗な字で、わー、手紙が入っなんかポストに入ってて、最初吉永さんって誰だろうなと思ってビリビリビリってやっちゃった後に、うん、え、吉永小百合って書いてあると思って、うん、まさかと、ちゃんとどうせ透明じゃないかと綺麗に開けなかったと思って夏目の蛍に関してどういう戦いきさつで。あ、これはね、3年ぐらい前に、うん、まだかすみちゃんがアマちゃん出る前に、うん、夏目の蛍を読んでくれてたんです。これがすごいよね、うん、で今回はかすみちゃんが読んでくれてて、うんうん、かすみちゃんの写真を撮ってた藤里一郎っていう、うん、僕と同い年の仲のいいカメラマンがいるんですけど、うんうん、そのカメラマンが間を取り持ってくれて、うん、原作者に紹介するよって言って、うんうん、で会わせてもらったんです、うん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 、かすみちゃん19歳だったんですけど、いろんな人が羨ましいがって羨ましいでしょそうで、この原作も読んで泣きましたと、うん、で有村で映画化したいっていうふうに言ってくれたんですね、うんうん、でそれはもうかすみちゃん、うん、僕のイメージバッチリなんで、うんうん、ぜひぜひって話をしてて、うんうん、いろいろあってそれが本当になっちゃったっていう、うん、すげえ。もういろんなやつに羨ましがられて僕結構嫌われてますよ、その話あんまり言わない方がいいんじゃないかと思って。でも小説家の人って癖のある人が多いから、はい、あ、よく言いますよね。本当に真人間だなと思う、うん、俺を元編集だけにあって、あ、バランス感覚も優れてるし、あ、そうですか、ちゃんと運動もするしすごいなと思う本当に。でも最近の小説家の方って、うん、真人間、昔の人も真人間いっぱいいますけどでもなんかやっぱりどっかで背骨が歪んでないとできない仕事でしょう。だって元々文学なんてものはな、それがもうその時代は終わったんじゃないかなというのが今日の話。僕は森沢さんの小説を読んで思います、はい、うんうん、そんなあの森沢さん、うん、編集者をずっとやられてて、うんうん、で小説家に転身するきっかけっていうのは、もともとは子供時代の夢は、小学生の頃はプロ野球選手になりたかった、うんうんうん、小学校の途中から魚の世界が好きになっちゃって、うん、海の中、うん、スノーケルとあれつけて潜った時にすげえ世界があると思って、うん、俺も思った、図書館こもって読み始めて、うんうん、魚オタクになりつつあって、海洋学者みたいな、うん、魚くんみたいになりたかった、はいはいはい、だけど中学行った時にバスケットやってたんですね、はい、当時プロなんてなかったんです、うん、日本に、あ、日本に、はいはい、だから、うん、あ、無理なんだなと思って、うんうん、その頃でもなんとなく物書きはなんとなくイメージできてたとか、もしかしてやれるかもなっていうのはなんかあったんですね、うん、で高校行って本をたくさん読んでたんで、出版関係には絶対行こうと思ったんです。うん、ただ、ね、当時作家になれるとかって思ってなかったんですよね、そんな簡単には。なんか特別な才能のある特殊なほんの一握りの人だけが、じゃあ自分のこと特別才能があるとか天才だとか思ってたわけじゃなくて、もしかしたら天才かもかもってどっかでちょっとあった思いつつ、本気で書いたら書けんじゃねえのっていうのはなんかあったんです。でも、うん、本気で書く自信があるかどうかっていう、これにも出てくるやつだ、うん、そうですね、書く本気で諦めないで続けることができるかで、人生賭けに、うん、ほぼ負ける賭けじゃないですかね、小説家になりたいなんて。あ、うん、確かにね、普通の人は負けるから、うん、そこかけられるかなと思いながらも、うん、でもなんとなく本は好きなんで出版業界に行こうと思って、うん、大学生になって、うん、その時にはもう僕オートバイとか好きなんで、うんうん、オートバイで日本中をこう、うん、の塾で旅して回ってた時にね、その話面白いっすよね。その時にいっぱいネタを仕入れてたんですよ、たまたま、うん、それはその時に何か書くために旅してたっていうんではなく、なく日本中の綺麗な川を、はい、北海道から沖縄まで全部遊ぼうと思ったんです、うん、なぜならそれいくつの時なんですか。19ぐらいから26、7ぐらいまでですね。で途中2年半ぐらい就職してるんです。
はい、編集者やってるんです。雑誌の編集者やってて、その編集者も2年半ぐらいで辞めて、また旅れちゃったっていう。自由になりたいんです。そうそうそう。自由になりたい。自由になりたい。孤独になりたい。孤独になりたい。でも寂しくなっちゃうかっていう。そうそう。本当そう。寂しくなりに行ってるんですよ。そうそう。寂しくなりに行く。寂しくなりに行くんです。で、人のあったかさを求めてまた戻ってくる。ああ、すごい。もう本当全く同じ。レディースバイクっていう雑誌があるんです。女性向けバイク雑誌があるんです。ヤンキーのレディース用のじゃなくて。ヤンキーじゃなくて。その編集者がなんかね、うん、面白い旅をしてる変なバイク乗りがいるって言って、僕になんか書いてみないって言われたんですよ。うん、で4ページぐらい書いたのが初めて、うん、寄稿した大学生の時なんですけど、それがなんか面白いって言われてて、うん、でそこで別に連載があったとかじゃなく、でも僕また旅するんでじゃあって旅行っちゃったんですよ。でその時に野宿とかしてるんで、エロ本の出版社があって、当時バブルだったんで、猫もサックスもアウトドアが流行ったんですよ。うん、そのエロ本専門の出版社が、うん、うちもアウトドア雑誌出すぞってなったらしくて、はい、でエロ本の編集者だけが集まって、うん、アウトドア雑誌を作ることになった、うん、そのエロ本の人たちはテントの建て方も知らないと、誰かアウトドアとか得意なやついないかっていうので、うんうん、たまたまなんか、うん、あれ友達かな、なんかから話が来て、バイトしたらって言われて、うん、でいやでもなんか俺結構忙しいしなと思いながら行ったら、好き勝手に休んでいいっていうような変な、めっちゃいいいいバイトだったんですよ、うん、で出版業界興味があったんで、うん、ここで勉強してお金もらえて適当に休んでもよくて、しかもアウトドアだと思って紹介してくださいよでもその雑誌になくなっちゃったなくなっちゃったんですか。で僕本当に、うん、驚いたのが、アルバイトなのに第一特集任されましたアルバイトで一得ありえない、できるなと思われた、ね、というか他の人ができなかったんですよ。ああそれ知らないから、だからエロ本だったから、エロ本だったからエロに詳しかったけど、そうエロは抜きなんですか、そのエロ抜きです。いやマジな話では、そのビーバルみたいな、このアウ野遊びアウトドアキャンプとか、あと、はい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 、RV 系、うんうんうん、車系を合体させた雑誌だったんですよね。そこで編集のノウハウを教えてもらって、うんうん、こうやって雑誌って作るんだ、うんうん、こうやって原稿もらうんだとか、うん、あと物書きの原稿とかをね、うん、チェックしたりとかするのを覚えて、うん、これ面白いなと思いながら、でも旅行くからって言ってもうすいませんって言ってやめますって言ってやめて、また旅しちゃった。で戻ってきて出版社に入って、うん、で2年半ぐらい編集者を一応プロでやって、うんうん、でその後また旅したくなっちゃってまた旅しちゃったで旅したら、戻って来いよって、写真集ね作るような会社の社長が、写真見る目あるからうちで雇ってやるから、いつまでも遊んでないで働けって言われてじゃあ分かりましたって言って、半年ぐらい野宿してたのかな。で戻ってきて、その社長のとこで働いたんですよね。そこから写真集編集者が始まったんですよね。うん、なんで野宿したいんですか。金がなかったから。あ、単純に。でも金がなかったから、テントさえあればどこでも泊まれるじゃないですか、はい、どこでも寝れます。眠くなったら寝るしかないんですそんなにね、俺寝つきがいい方じゃ当時なかったんですよ。いろいろもも考えちゃう方で、あただ焚き火とかで酒飲んでるとだん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 眠くなってくる。もともとね、森沢さんは編集者ですからね。そうなんですよ。売らなきゃいけない仕事から売る側に回った。で、自分が書いた作品を編集者だった時に書いた小説を今度持ち込む側に回ったわけですよね。そしたら君は無名だから。そうなんですよ。でも本当にリアルだなと思ったんですけど、自分が編集者だった、ね、フリーライターの時に書いたんですよ、うん、で自分が編集者だった時のことを忘れて、バッて小説書いて面白い書けた。で知り合いの編集者に持ってったら、面白い、これめちゃくちゃ面白かったよ、じゃあこれ本にしてくれますか。普通思いますよね、めちゃくちゃ面白かったまで言ってくれた。当時は結構トリックとかもいっぱい入れて、ミステリー仕立ての、ミステリー仕立ての、はいはい、で最後まで面白かったって言われて、じゃあこれ本にしてもらえますって言った時に、僕当時フリーライターだったから小説家になれたら最高と思ってた、はい、だけどその編集者にはあっさり断られて、断る理由が無名だから、森沢さんが大御所作家だったら普通に出せます。同じ内容でも。同じ内容で。これはきついって言われたんだ。リアルですね。リアルだし、そのリアルが嫌だな。嫌な、嫌なリアルだけど、2人の編集者に言われたんですよ。同じこと。同じこと。その編集者がダメで、別の人に持ってったら同じこと言われた。面白かった。でもちょっとうちでは出せないな。そうかと思って。でもその時よく考えてみれば、俺もともと編集者だったじゃん。確かに無名の作家の、作家でもなってない無名の人の小説は、ほぼ 100% 売れないんですよ。めったに売れない、なんかタレントさんとかそういう人が書くとかじゃない限り。最近ではこんな作品が大ヒットしております、ね、はい、ぜひ読んでほしいですね。そうなんです、はいはい、これ昔から書きたかったテーマなんですよね、少年少女の逃避行、逃避行多いですよね。逃避行そんな多かったっけ。俺迷ってる人に年長者が救いを、
っていう作品多いっすよね。多いかもしれない。だから俺からの印象だと森沢作品って、うん、あの人生の応援歌みたいなところがすごくあるの。人間参加、ね、人生参加にあのみんなが今欲しがってる部分なのかなっていうちょっと、うん、年長者からの応援っていう。それはあるかも。実際に自分もね、うん、バイクで放浪してた時にあちこちのおじいちゃんおばあちゃんに助けられたって。めちゃいいおじいさんと北海道のくっちゃろ湖で会ったことが、はいはいはい、あの朝ごはんいっぱい一緒に食べながら、うんうん、自分の当時持ってたドロドロしたものを吐き出させられちゃった、はいはい、それいくつぐらいの時の話？2歳ぐらいかな。あ、そのくっちゃら湖のおじいちゃんにカウンセリングしてもらったみたいな感じなのかな。なんかね、普通に朝ごはん一緒に食べようって言われて、あのパンとコーヒーをごちそうになってたんですよ。その人もハイエースを中改造して一人旅してたの、うん、全国、うん、なんか奥さんが亡くなっちゃったし一人になったし、うん、なんかね、コールマンヒゲのかっこいいおじいちゃんだったんだけど、うん、そのおじいちゃんにコーヒーとかごちそうになりながら、うん、あの君はなんで旅してるのとかっていろいろ話してると、うん、なんかね、取材力があるのかな、向こうがそうずるずる引き出されちゃって普通初対面の人にこんなこと言わないだろうっていうような社会への愚痴とか不満とか、はい、引き出されちゃって、はいはい、俺何言ってんだろうと思いながらでも引き出されちゃって、うん、自分の内側のドロドロした自分の嫌いな部分、ここは誰にも見られたくないっていう部分を言っちゃったりとかして、うん、でもそれを言った後にそのじいちゃんが、うん、君はそのままでいいって全肯定してくれたんですよ。ドロドロしたもの持ってていいし、うんね、それを今吐き出したのも全然 OK だしって、うん、そういうことを考えて、うん、人生を憂いてる人の方が、うん、もの考えてるから君絶対将来、うん、君の方が絶対いいんだって、うんうん、君はそれ正解って言われて、うん、めちゃめちゃ褒められてたんですよ、うんうん、僕どっちかというとけなされて育った方だからあ、そうなんだ。そうだからすごいびっくりしてなんかね泣きそうになっちゃったの、うんうんうん、こんな汚い自分まで認めてくれる人いるんだと思う。いい部分と汚い部分丸ごとひっくるめて人生が面白いなってことを、ね、教えてくれた人なんですよね、うんうんうん、でそれは多分その後ずっと僕の中で熟成発酵してて今の小説に入ってくるんだと思うんですよね。もらった優しさがそのまま小説の中に入ってますよね。でちょっと形を変えて味付けしてっていう。あと応援したいんでしょ若者を。したい。すごくわかる、うん、同じ世代なんで本当に楽しんでほしい。なんかそうだね、辛そうだからね、うん、今の若者は辛い時代だし、うん、今本当ひどいからね、じじいたちが悪いんだけど本当にじじいたちが悪い時代にしちゃって、うん、なんかごめんねっていうのがちょっとやっぱあるし、うん、でも俺らの上の世代にも謝ってくれよと思いたい時もあるし、うん、負の連鎖をずっと続けちゃったまま、うん、僕らの世代で断ち切れなかった、さらにひどくしちゃって若い子たちにこの世界を渡すじゃないですか、うんうん、だからそれがなんかねちょっと心残りっていうかなんかこうモヤモヤしてて、うんうんうん、でも自分なりにできることって何かなって言ったらそういういろんな人たちと会って、うん、取材いっぱいしてきたエッセンス、はいはい、しょうもない時代でも楽しく生きるハウトがやっぱりあるんですよね、うん、だからそれを僕の中で一回入れて熟成発酵させてそれをまあ作品に落とし込む。膝の靭帯が切れて半月板が崩れちゃってで子供と遊んでたアスレチックからちょんと飛び降りた時にちょっとしたこれぐらいの段差があったんですよ。こんなもんで段差の上に足を縦に乗っちゃったらガクってなって、はいはい、トーン取るときにガクってなったら膝がねゴリって音がして怖い怖い怖い断裂したんですよ。なんか怖い怖い怖いで、あーなんか骨が変なとこ出たと思って、うんうん、やばいと思った時にもうそれでもね、うん、手術して、うん、ボルトを入れて、うん、1年後に抜いたんですけど、コメントが悲鳴に溢れてました説明も映像的だからもうなんかもう再現してるただね小説家はね本当にいいのは生きてるネタが全部ネタなんですよ、うん、何が起きても、ね、だから僕は救急車で運ばれたんですけど、うん、救急車で真っ青で指になんかこのつけられて酸素量みたいなのね、うん、うわーって言いながら、うん、取材してましたもんね。救急隊にこれ何ですかこの機械は何ですかとか言ってさすがその時に何分で大体病院につけるんですかとか1日何回ぐらい電話来るんですかとかね、ずっと聞いてたら救急隊にあなた本当に痛いのって言われてめっちゃ痛いですって早く病院行きたいですってところでこの屋根についてるこの機械何ですかって言って気になるそう。だからそのうち膝の靭帯切れる主人公が出てくると思います。ああ、じゃあそれを楽しみに描きます。できるか切る。すごいリアルに描けます、ね。ネタどうすんのかって話で、うん、でネタは身近な人にインタビューしろって言ってるのね。うん、小説のネタに困るっていうことはもう絶対ないんですよ、うん、一生絶対困らないんですよ、うん、困るはずがないって分かってて、うん、なぜかというと、うん、あの人間誰でも人生に1回ぐらいは立ち上がれないぐらい落ち込むことってあるじゃないですか。そうですね。その辺の人に人生で一番辛かった時期ってどういう時期、うん、って言って、うん、その話を聞けば短編の一本は絶対できちゃうんですよ、うんうんうん、なんでそうなるかというと、うん、物語って必ず落ち込んで、うん、
成長するっていうのが物語の核になる決まり事なんですよ、うんはい、どんな物語もそうなってるんですよ、うんうん、なので落ち込んだことがある人が周りに一人でもいれば、うん、っていうか全員多分あるんですけど、そう落ち込んだことない人はいないよね、多分僕の周り見たことないですよね、だから逆に一度も落ち込んだことありませんって言ったらそれはもうネタになるよね、ネタそれはそれで書けますよね、誰にも共感されないキャラクターになりそうだけど、あと同じ取材をやって物を作ってきたっていうところが一緒なんで、 その苦しみがねやった人間じゃないと分かんないんだよ、取材は楽しいんですよね、そう楽しい、すごい楽しい、ものすごい楽しくて、そうそうそう、いろんな人からいい話をいっぱい聞いて、そうそうそう、いっぱいもらっちゃって、そうこれをどうやって表現すればいいのっていう、分かりやすく渡さなきゃいけないから、もともと僕ノンフィクションとかフリーライターもやってたんで、うん、取材をして作品に落とすのがどれだけ大変かっていうのを僕は知ってるんです、うん、しかもそれを絵も入れてやってるってすごいなと思って、うん、なかなかドキュメント漫画ってあんまないですもんね、そういう対談とか取材とか行った時に、はい、山ほど面白い話聞くじゃないですか、はい、そのうち出せるものって、うん、結局どんぐらいなんですか、100もらったとしてどんぐらい出すんですか、僕は初めて編集者になった時の編集長に言われたのが、はい、100取材して1かけって言われたんですよ、だけど1時間しか時間もらえないのに、うん、あの雑誌で5ページかけって言われると、うん、1だったらそんな持たないです、そうですね、10書く時もあります、うん、けど、うん、多分大体9割は落ちてると思います、うん、そこはもう 選びますよね、うんうんうん、相当もう本当にうわ捨てたくないなっていうのいっぱいありながら、うん、しょうがないから削って削って削ってエッセンスだけ書くっていう、うん、あのね話してるとねこれだけは言いたいって時に、ね、感じ変わるのよ雰囲気が、うん、あ例えば養老先生だったらお父さんの話になった時にもうがぜん変わったわけ、ボビーバレンタインだと神様の話になった時にいきなりこっち向いてさすが西洋人大きなあとは話がループする人は多分これを言いたいんだろうなと思って3週目の話なんだけどこれ全部要約しようと思って聞いてるわけ、うん、だから言い方を変えて同じこと言う場合あるわけ、あそれはその3つの話をまとめて要約すればいいんで、そういう作業はいいんだよ、一番立ちが悪いのは話が上手い人だから、最初から最後まで完成されてる人いるんだよ、あ振りから落ちまで完璧な、これ糸井重里さん、糸井さんはもう裸足始まったから最後まで全部切るとこなくてテープ起こしもらってダメだどうしようこれそのまましか使えないってなって困った、めちゃめちゃ困った、でめちゃめちゃ何回読んでもめちゃめちゃ面白いし、逆に三浦淳さんはフェイクから本音の振り幅が激しい、あ俺は三浦淳って演じてあの無理するぜキーポンロックンロールやでとか俺杖持ちながら女装してたでみたいな話してる時は三浦淳を演じてるんだけど、だんだん後半になってきて俺も辛いんだって話になってくるとそっからが面白い、じゃあ、三浦淳のどっちを拾うのっていう話になってきて、そういうのを苦労すんだよ、ね、全くつかみどころのない人って言いました、あ今政治家、だからもう政治家をやっている人もう本当に立ち悪いし、政治家だった人もやっぱり面倒くさいし、ただ捕まった人面白かっただから政治家やって捕まって一回入って出てきた人と話したんだけど、それはやっぱりいよいよ本音言うから結局金だからみたいな話まで全部してくれて、うわーみたいな、そうだけど現役の人はもう本当にシールドがすごい厚くて、だからもう本当政治家のインタビューはしたくない、あすごい落ち込む、うん、あれはレイジさんがこの人に取材したいって言って、うん、序盤ヤングサンデーの時その、はい、ただフラッシュに変わってからはパブが入ってくるんで、あ本が出るから出てもいいですよって人が入ってきたのどうしても、うん、フラッシュってで2ページしかない4ページしかないってなると、うん、どうしてもこっちに選択権がなくて、うん、山さん行ってもらえますかって言われたら分かりました行きますよみたいな、うん、もう本当にもうフラッシュはすごい助かったんだよやらせてもらえたから、だけどやっぱ大変だったそこなの、あとねもう一つこの本で面白いなと思ったのが自分の好きな本だけ読まないようにするっていうのすごいいいなと思って、うん、興味ない本をどれだけ読んだかっていうことで後々聞いてくるっていう、めちゃ聞きます ね、うん、だからこっからここまでの本を全部買って全部読むっていうのをやってたっていう、うん、学生の頃とかってお金全然なかったんで、うんね、じゃあ古本屋さんの安いやつ10円とか20円とかのところが行って、うんうんうん、リュック持ってって、うん、こっからここまでガサッて買う感じでした、もう選ばないで特に何も考えずに、うん、つまんなくても最後まで読むっていうのをやって、それは大変、うん、頑張りましたね、絶対一冊に一箇所ぐらいは10円以上の価値はあるんです、うんうん、自分の知らない世界がいっぱい自分のバックグラウンドになってくるんで、うん、基本的にどんな小説書いてもある程度知識で補える部分がありますよね、僕がヨゼミに行ってた時に予備校生の時に、うん、現代文の先生がすごく面白い、うん、かっこいい先生で、うん、その先生が君たち大学生になったら、うん、最低でも年間600冊読みなさい、年間で、ね、年間600冊読まなかったら君たちバカになるよって言われたんですよ、こういう人になりたいと思ってやってやると思って、うんうん、で、まあ元々本は読むの好きだったんで読み始めたんですよ、歩いてる時も読んでるしご飯食べながらもすごいね、うんこしながらも読んでるっていう状況を
やったんですけど、うん、どんなに頑張っても年間400冊なんですよ、うん、俺バカになるコースになっちゃって、うん、大学2年生でも3年生も4年生もずっと頑張ったんですよ、うん、留年して5年目も頑張ったんですよ、うん、でも1日1冊以上だもんね。でも速読できないし、好きな文学作品のこと味わって読んじゃうんですよ、はいはい、そして受け時間がなくなって、うん、寝る暇なくなって、うん、でもなんか最近ネットで見たんですよね、うん、その速読はもう遺伝子で決まってる。最初から決まってんの。だから、うん、なんだ俺無理じゃんって、遺伝子だったんだ、あの努力は何だったんだと思って思ったんだけど、まあ、うん、努力した分、うん、何かは血肉にはなってる。いやなんかね、筋トレする人だよね、うん、筋トレする絶妙にチューニングが上手くて、どん底からだったりとか、あまりにも極端なキャラクター、あまりにも幸せな人とか、自分とは関係ないなって思うキャラクターが冒頭に出てくると乗ってくれないから、真ん中ぐらいにしろと。そうなんですよ。それが普通の人をかけて最強のなんとかとかね、うん、ついついやりたくなるんだけど、乗りやすい人、普通の人、共感できるちょっと、うん、ガンダムでもアムロレイは最初は普通なんです、はい、いやいや本当にそう。最初からめちゃくちゃ強かったらあんま面白くないんだけど、うんうん、最初普通の人から入ってって、うん、意外しょうもないところがあって、うん、で人間ってしょうもないところで共感するんですよね、うん、あ分かる分かるこういうの、うん、あ落ち込むよねとか、うん、逃げ出しちゃいますそういうところから入ってくから読者に共感してもらえる、うん、共感したキャラクターがあると読者って先を見たくなる。森沢先生の作品の中に、はい、悪い人が出てこないんですよ。俺が最初に聞いた時に、世の中に悪い人いるけど悪い人は出さないと決めてるっていう風に聞いて、うん、後半ちょっとその話聞きたいんですけど、はい、それとあともう一つ、そういう人は最初からめちゃめちゃいい人なんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、うん、どうもそうではなかったみたいですよね。人なんか死んじゃえばいい、人類を絶滅しちゃえばいいって思ってた方だと。今はこういう仕上がりになって優しいんですけど、うん、まあ、その辺からこういうそのなんて優しい気持ちに至ったっていうことに関してちょっと後半話してみたいのと、うんそうですね、あと、まあ、文学っていうのダークサイドを描いてこそみたいなことがあったんだけど、うん、どうもそれなしで成立するんじゃないのみたいなことをちょっと話してみたいと思う。